ジャニーズ事務所のキング&プリンス、永瀬廉イコール24、高橋海人イコール24が16日、デュオになって初めてのアルバム、ピースをリリースした。初日の売り上げは26万枚。オリコンの最新デイリーアルバムランキングで1位を獲得した。予想以上の善戦と言われるが、この背景には、ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀名氏の戸部で活動する元盟友2人への対抗心もあったようで。キンプリから5月、平野紫耀、神宮、寺勇太が脱退し、戸部に合流。岸優太も抜けた。永瀬と高橋の二人体制になったことで不安が激減するのではと懸念された。キンプリのこれまでのアルバムの初日売り上げでは、4月、リリースのベストアルバム、ミスター5が約91万枚と飛び抜けている。他のアルバムは3,000枚超だ。音楽関係者は、アルバムの売り上げは、ファンの数が影響すると言われる、ので、今回のアルバムの売り上げはもっと苦戦すると見られて、いました。初日で26万枚は、連戦でしょう。初週売り上げは40万枚に届く、かもしれませんと語る。竜王になってもアルバムの初日売り上げ、でその人気は健在だったと示した格好だ。また、勢いを見せる平野、神宮寺に、永瀬、高橋がふけないよう、ファンが後押ししているとも見られる。芸能関係者は、ジャニーズのファンの子たちは、ジャニ、喜多川前社長による性加害問題の影響を心配している。一方で平野と神宮寺は伸びしん、りと再スタートを切った。この二人が注目される中で、キンプリ以外の他グループ推しの子たちが永瀬と高橋の応援を開始。一番が絶賛され、他のがその例ですと話す。永瀬と高橋は14日放送の TBS系CDTV ライブで5人体制時代の楽曲一番をデュオになって初歌唱。SNS 上で絶賛された。これもジャニーズ、そしてキンプリに残った永瀬と高橋を支えたいとのファンの気持ちでしょう。アルバムの売り上げの数字にも反映されたのではと前室関係者は指摘している。